こんにちは、ジャックインターネットの熊谷です。はい、今回は新作の、2023年春夏商品を紹介していこうと思います。2023年になって、1回目の動画になるんですけれども、早くも、春夏商品がドカッと入ってきていますので、今日はざっと、店内見ながら春夏商品を、紹介できたらなと思っております。じゃ早速いきましょう。ご覧の通りもこれ全部春夏の新作です。結構まだまだ寒い日が続くんですけれども、僕らスタッフは気分も春という感じですね。はい、僕も今日全身ほぼほぼ、春の新作で揃えております。はい、僕が着ている服も出てくるので、よかったら探してもらえればなと思います。こちらアプレッセの新作が並んでおります。アプレッセもここ最近今シーズン大変人気なブランドなんですけれども、古着を結構ベースにした、ブランドでして、ルック画像も実際のこのヴィンテージの服と組み合わせたスタイリングをこう公開しているという感じです。個人的にもどれも、デニムだったりとか、ハリントンジャケット、あとこのブランドの定番のモデル、メカニックパンツですね。ベーカーパンツよりも少しこうポケットが多い、メカニックパンツなんですけれども、これ個人的にお勧めです。なんか前回はヘリンボーンだったんですけれども、今回は綾織で作られています。はい、でそこから、こちらが塩田の、新作ですね。塩田も結構古着をベースにしたアイテムがすごく多いので、こうアプレッセが隣にちょっと置いてるんですけれども、見ての通り、僕が着てるモデルです。マクレガーと今回の塩田コラボしてまして、ドリズラージャケットを発売しております。赤っていうのは僕今までなかなか着てこなかった色なんですけれども、なんかこのベーシック形も相まって意外と着やすいのでおすすめです。こちらのウェブマガジンを紹介してますので、ぜひそちらも合わせて見て、いただけたらなと思います。で、インナーもデニムもこれちょっと今日塩だけ揃えてるんですけれども、定番のデニムパンツだったりとか、ポックスポーシャツ、今回アイビーが塩のテーマなので、こういったアイビーといえばなオックスフォードシャツが、新作として出てきます。次がナナミカとザ・ノースペース・パープーレベルなんですけれども、この2つのブランドを結構並べて、店頭に置くことが多いです。というのもナナミカとザ・ノースペースが、コラボして出来上がっているのがこのザ・ノースペース・パープーレベルということもあって、結構ナナミカと相性も良くて、この2つのブランド合わせて好きというお客様も結構たくさんいらっしゃいます。でも見ていくと、定番の本当に好きな方だったら、知っているような服が多いんですけども、こういった、オックスフォードシャツストライプから、ブルーのものがあるんですけども、結構ナナミカの面白いところが、大体化繊の生地が、混合されています。これもちょっとナイロンが入っててこうパリッとした風合いがあるっていうのと、シャツなんですけれども、シワになりにくかったりとか、機能面でもすごくいいシャツが多いです。はい、あとこういった斜めか定番のカーゴパンツ、軍パン、先ほどもアップレスの紹介したんですけど、やっぱり今シーズンも引き続き、人気かなと思います。であとは、セースパープレベルの、チノパン、これも定番ですね。形も本当にちょうどいいというか、太すぎなくて細すぎない形っていうのが、ものすごく魅力的です。で、個人的におすすめなのはこの、ナナミカの、セットアップ。これは血の素材なんですけれども、コットンの芯にこうポリエステルがぐるぐるっと巻かれた糸が使
われていて、まあ、風合いはコットンなんですけれども、まあ、ポリステルならではの、まあ、このシワのなりにくさだったりとか、まあ、あと何て言うんですかね、まあ、軽かったりとか、あとまあ乾きやすかったりとか、結構雨の日とかでも使いやすいという、まあ、素材になっています。先シーズンは実はこういうインラインでは展開されていなくて、まあ、直営店限定だったんですけれども、まあ、今回その復活ということでインラインでも展開しています。だ先シーズンの違うところはサイズ感が前はもうちょっと大きかったんですけれども、少しサイズダウンした、アップデートになっています、はい。まあ、ちょっとまだまだ新作あるんですけれども、とりあえずここで一区切りで、まあ、前編としてまた次回後編で続きを紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ最後にちょっと僕気になった新作の商品でコーディネート組んでいきます。はい、コーディネートいかがでしたでしょうか。皆さんの参考になれば嬉しいです。はい、ということで、まあ、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。